モーソルの戦い、モーソルの戦い、モーソルの戦い、MA、ラッケットある、マゼル、セリー・ムーゼルは、イラク政府軍が、アイスセルにより2014年6月に奪われた都市、モーソルを奪還するため、同盟関係にある民兵組織、並びに、国際的な有志連合と共同で2016年に、開始した大規模軍事作戦、モースルの戦い、または、 モースル奪還作戦と呼称されることもある。We are coming n e コディムーンやネイナウイと名付けられた。この作戦は2016年10月16日に開始され、ニーナワー県のアイスセル支配地域、モースルを中心とする絵の方位始まった。続いて、イラク軍部隊とペシメルガが3方面からアイスセルと交戦し、モースル周辺の村々を制圧していった。 配置されたイラク軍部隊の規模は2003年のアメリカによるイラク侵攻作戦以来最大となった。同時にこの戦いは2003年のイラク侵攻作戦以降の15年間における世界最大の軍事作戦でもあった。また第二次世界大戦以来最も激しい市街戦であったとも評されている。2016年11月1日の早朝イラク特殊作戦部隊が モースル東部に進攻した。モースルに入ったイラク軍部隊はアイッセルからの激しい抵抗に遭遇した。アイッセル戦闘員による巧みな防衛と一般市民の存在によってイラク政府軍の進撃は速度を落とした。困難を強いられたものの2017年1月24日には東モースルの完全な解放がイラク首相によって宣言された。 2017年2月19日、イラク軍は西モースルを奪還するための攻勢を開始した。2017年7月9日、イラク首相はモースルを訪れアイッセルに対する勝利を宣言した。翌7月10日には公式な戦勝宣言が発表された。しかし、モースル旧市街にあるアイッセル最後の抵抗拠点では、激しい衝突が差として続いており、 戦勝宣言からほぼ2週間が経過するまでアイスセルの抵抗は続いた。戦後のモースルから爆発物を除去し、市街地を修復するには5年の歳月と500億米ドルの費用がかかると推定さており、モースル旧市街の修復に限った場合でも10億米ドルの費用が試算された。モースルの戦いの期間中にはリビアでアイスセルに対するがシリアで シリア民主軍によるアイスセルの本拠地落下に対する落下構成が同時進行で行われていた。イラク第二の人口を要するとし、モースルは2014年6月800、500人のアイスセル戦闘員による攻撃を受けた。モースル住民、スンナ派が多数を占めるのシリア派系イラク政府に対する深い不信感とモースル防衛にあたるイラク政府軍の腐敗を背景として モーソルは陥落し、アイスセルの手に落ちた。陥落後、アイスセルの指導者バグダーディは、モーソルの光のモスクにおいて、自らのカリフへの即位と、イラクシリアにまだがる、イスラム国家の樹立を宣言した。陥落前、モーソルには250万人が居住していたが、2年間のアイスセルによる統治の結果、人口は、約150万人にまで減少した。モースルは、 非常に多様性の高い都市であり、アルメニア人、ヤズイーディ教徒、アッシリア人、トルクメン人、シャバク人など多くの民族的マイノリティガンでいたが、スンナハアラブ人が多数を占めるアイスセルの統治下では、これらのマイノリティは大きな苦難を強いられることとなった。モーソルはアイスセルのイラクにおける最後の拠点であり、この都市を奪還するための来たるべき戦いは、すべての戦いの母として宣伝された。 モースル奪還のための地上戦開始に先立つ数週間アメリカが主導する有志連合はアイスセルをターゲットとした空爆を実施しておりその間にイラク陸軍部隊はモースルに向かって段階的に前進いた地上戦開始までの72時間ではイギリス空軍のリーパー無人航空機台風運戦闘機及びトーネード攻撃機が空爆を行いアイスセルの ロケットランチャー、弾薬貯蔵庫、大砲、迫撃砲陣地などを攻撃した。他方、イラク政府軍は現地にリーフレットを投下し、モースルの戦いが開始し、次第、アイセルに対して反乱を起こすことを若い男性の住民に呼びけた。攻勢に対する防御策として、アイセルの工作員は、モースルの町の各所に大きさ4メートルの穴を掘り、 そこに油を注いで燃やすことで視界の悪化及び進行速度の鈍化を図った。アイセルはさらに、モースル周辺の村々の地下に数百もの複雑なトンネルを掘り、爆発物やブービートラップを仕掛けた上で多数の即席爆発装置、移動や地雷を村の路上に配置した。加えて、アイセルが進行する兵士や民間人に対し、 科学兵器を使用するのではないかとの大きな懸念も存在した。アメリカ国防総省は、モースルには約3500人のアイスセル戦闘員が存在すると推定していた。他方、その数については異なる推定も存在し、最も少ない推定では2000人、最も多い推定では1万2000人と見積もられていた。モスル奪還作戦の開始以前、 2016年9月下旬の時点では、モスルには、約2万人のアイッセル戦闘員が存在すると考えられていたが、その多くは、イラク軍のモースル包囲が開始された際、モースルを離れて、シリアラッカ方面に逃走していた。イラクが主導する対アイッセル連合の総員数は、当初 CNN によって、計9万4千人と推定されていたが、後に、情報修正された数字では、 計10万8500人であるとされた。5万4000から60、000人のイラク、治安部隊兵士、1万6000人の深夜派民兵組織、人民動員隊、略称、PMF、またはプムの戦闘員、そして4万人のペシメルガ兵士、約200人のイラン系、クルート人生兵士を含むがこの作戦のために動員された。 もうするの戦いに参加したイラク政府軍と民兵組織並びにペシュメルガを合計した総員数はアイスセル側の戦闘員数の約10倍であったと考えられている。60カ国からなるアメリカ主導の国際的有志連合はイラク政府のアイスセルに対する戦いを支援しており、その支援の内容には航空支援、物流支援のほか、情報や 作戦上のアドバイスが含まれた。国際的有志連合の部隊は、2016年6月にアイスセルから奪還されていた、モースルの港た 60km に位置する日本橋を置いて活動した。2016年10月16日、イラク首相ハイダルアルイコールアバーディは、モースル市を奪還するための戦闘の開始を宣言した。クルディスタン地域政府の大統領マスード・バルザには、 初日に行われた戦闘の結果、ペシメルガとイラク政府軍がアイッセルから 200km の地域を奪還したと述べた。自由の橋として知られるモーズル市内の橋が破壊され、ペシメルガ系の情報筋はアイッセルが橋を破壊したと発表したが、一方のアイッセルは自由の橋が対アイッセル連合の空爆によって破壊されたと主張した。ペシメルガが進撃する。 東側の戦線では、アイスセルの抵抗は警備である一方、南側の戦線では、イラク軍とシーア派民兵組織、PMF が激しい抵抗に遭遇していると報告された。イラク軍が、モースル市外から6キロメートル以内の地点まで、進撃したと報告された。ニーナワー県のハマディ知事は、すでにニーナワー県の40%の地域がアイスセルから奪還されたと宣言した。 20日の戦闘は、作戦開始以来最も激しいものとなった。イラク特殊作戦部隊、黄金師団の大規模部隊が、ペシュメルガによって奪還された各拠点に到着し、モースル東方の街を制圧した。バルテラでの戦闘において、アイッセルは、爆弾を満載した9台のトラックを起爆させた。イラク軍のアルイコールサーディ少将によれば、バルテラでの戦闘では、 約200人のアイッセル戦闘員が殺害された。ペシュメルガに同行していたアメリカ軍の爆発物処理専門家がアイッセルが道端に仕掛けた爆弾によって殺害され、最初のアメリカ人の戦死者となった。アイッセルはさらに、硫黄化学工場に放火を行い、発生した硫黄の蒸気を吸い込んだことにより二人が死亡、約1000人が入院を強いられることとなった。 21日、タイアイスセル連合の戦力を分散させることを狙い、アイスセルは、キルクークへの攻撃を開始した。キルクーク市内で、多数の爆発や銃撃戦が報告され、発電所への自爆攻撃の結果13人の作業員が殺害され、ペシュメルガの指揮官によれば、アイスセル戦闘員は、国内避難民に偽装して、市内に侵入していた。一方、イラク政府軍は、 もうすル南方の2つの村を制圧し、15人のアイスセル戦闘員を殺害したと発表した。10月24日時点での報告によれば、これまでの戦闘で約800人のアイスセル戦闘員が殺害され、78の村々がアイスセルから奪還されていた。アイスセルによるキルクークへの攻撃も24日までに鎮圧されており、74人のアイスセル、 戦闘員が死亡、攻撃の指揮官は逮捕される結果となった。ペシュメルガとイラク軍はモースルから4トルの距離にある町、ファディリアを制圧した。他方、国際連合は声明を発表し、アイスセルが人間の盾として利用するために数万人の市民を連行しており、それを拒否した者は処刑されたと述べた。シーアハ民兵組織。 人民動員隊、略称、PMF は29日に声明を発表し、モースルの西法でアイスセルに対する新たな攻勢を開始したと述べた。この攻勢の目標は、モースル西法の村々を制圧し、タルアハルまで到達することで、アイスセル戦闘員がモースルからシリアへ撤退する、経路を遮断し、同時にアイスセルの援軍がモースルに向かうことを阻止する、ことにあった。PMF は、 1> 約1万 4000km の地域をアイスセルから奪還する任務を負うこととなった。一方で PMF は PMF の軍勢がモースルに入ることはないと明言した。31日、イラク政府軍はモースル東方の町バズワイヤに対して大規模な攻勢を仕掛けた。アイスセル側の抵抗は激しかったものの、イラク特殊作戦部隊はバズワイヤを近隣の村々と共に奪還した。 バズワイヤーを制圧したことで、イラク特殊作戦部隊は、モースル市街から 1.6km 以内の地点まで迫った。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。